皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。アコギをカラフルに鳴らす方法の3本目の動画でございます。3本目のこの動画ではピッキングをコントロールしてどの弦を弾くのかっていうことを工夫して、このコードの音程差っていうんですかね、なんか低い方と高い音にこうつけてこうね、広がりとか表現力の幅とか厚みとかをつけていく練習を一緒にしていこうかと思っております。ちょっくら具体的にやってみるとね、こんな感じ、実際やってみますとこんな感じです。これが良い例、良い例いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。で、そのまま悪い例やってみましょう。悪い例、これが悪い例です。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。弾いてるコード、そして弾いてるリズムは全く同じなんですけれども、同じことをやってるように見えて、でも結果的には全然違うと思います。やっぱり悪い方がこうのっぺりしてるというか、なんかバランス悪いというか、まあ、単純に聞いてて気持ち悪いというか、あんまり気持ち良くないですよね。それに比べるとね、いい例の方がなんかこう馴染みがあるというか、心地よいというか、なんかそんな感じのサウンドがしたかと思うんですけども、どうでしょうか。これを、一緒に練習していきます。1本目2本目で練習したダイナミクスとともに、コードの、どこの部分を弾くのかっていうピッキングのコントロールですね、これを一緒に習得して、もっとこのコードの表現を幅広くいこうと思いますので、一緒に練習していきましょう。 Yes! とりあえずまあギターを持っていただいて、エレキギターでもいいのでギターを持っていただいて、まず E コードを押さえましょう。 E コード、人差し指が3弦の1フレット、そして、5弦の2フレット中指、そして薬指が4弦の2フレット、これです。この3本のコードです。この動画の中でひたすらこの E コードだけを使っていくので、覚えておいてください。で、1本目2本目の、ダイナミクスの動画でやったリズムのおさらいをちょっくらします。中、弱、強、弱、弱、中、弱、強、弱、弱、このリズムをまず弾いてみましょう。この弱いちっちゃいストロークありましたね、その限りなく 0% に近いちっちゃい音で、強の時は全部の弦をしっかりバーンと鳴らすと、で、中はその合間、まあ目安として、そして3本、4本、5本ぐらいなんか弾いちゃう感じの、中くらいのサイズって感じです。まず一発目に中が来て、弱。で、強、弱、弱。じゃ最後の弱弱はダウンアップで弱弱いきましょう。中、じゃ、強、じゃじゃ、中、じゃ、強、じゃじゃ、中、じゃ、強、じゃ。こんな感じです。で、このリズムにいろいろこうプラスアルファしていくんですけれども、まずね、超大事なポイント1、ペペン。ピッキングのコントロールで気をつけなければいけないこと、その1、一番最初のストロークは必ず低音弦側を弾くということです。まあいいことだったら6弦とかするね。6弦とか5弦とか4弦とかこの辺をラストバンドで弾くと。まあ最初は中でピッキングするわけなんですけれども、1、2、3弦とかのこっちの高い方じゃなくて低い方を必ずピッキングするということです。これは最初のが中であろうが弱であろうが強であろうが全部共通。もう基本的に頭の音はもうベースの音をしっかりこのバーンって出さなければいけないということが、大前提です。これなんでかっていうと、このベース音、一番低い音。このベース音が、そのコードの役割の中で一番大事なんですよ。1、2、3、4弦のさ、この、ここだけ鳴らしても、まあ、E コードかなってのは伝わるんだけれども、なんかこう、ベースが6弦なのか、それとも5弦なのか、で、ここのさ、4本一緒だけどさ、これと、これと、これ全然印象が違うし、これもこういうのと違うし、こういうのとか。この一番低い音であるそのベースの音が変わると、コードの構成音は似ていてもガラッと役割が変わってくるんで、まず一発目このコードのストロークをバーンと鳴らした時に、1個目のストロークでこのコードは E ですよ、このコードは C シャープですよ、このコードは A ですよっていうことを聞いてる人に、このまずね、教えてあげなきゃダメなんですよ。ここが、高い方だけバーンとなってると何のコードだろうっていうふうになってしまうんで、まあね、高い方でさ、こうこの構成していくの話は違うんだけれども、普通にこうね、
オープンコードで6弦全部弾くときとかは、必ず頭にはまずベースの音、低い音を持ってくるということが大前提です。やってみましょうか。中弱強ジャジャ中弱強低い音を弾いて、こんな感じです。これが大前提のその1でございます。で、起きてその2はまずこの弱なんですけども、まあいろんなパターンがあるんだけども、基本的に弱は真ん中ら辺を弾くということです。中弱強ジャジャ中弱強ジャジャ、こんな感じ。これをちょっと悪く、じゃあその弱の部分を低音弦画で弾いたとしましょう。中弱強ジャジャ中弱強ジャジャ中弱、こんな感じ。まあこれはこれで悪くないんだけれども、聴き比べるとね、ちょっとねベースの音がね強調しすぎてちょっとやぼった感じるんですよ。それよりもこうね、また上もっと上の方のこのゲーム高音源側というか、きらびやかなところというか、なんていうか、この明るいところをもっとね表現するべきなんです。中弱、こんな感じで、弱のところは真ん中ら辺を基本的に狙うということです。で、3つ目、心得3つ目としては、強の時はできるだけその高音源側を中心に狙うという感じです。まあ強く弾く時はね、全部の弦をビャンと鳴らすわけなんですけれども、どっちかっていうとこっちの高音源側の方がメインです。ちょっとね、高音源を鳴らさずにちょっと強を弾いてみましょうか。ちょっと極端に悪くやります。ひたすらこの低音源側だけを弾き続けてみます。こんな感じになります。こんな感じ。最初の中の時も低音源が弾いてるので、そのね高音源をバーンって弾くだけでちょっとこの強いアクセントになるんですよ。ズーンピャンズーンピャンってズーンピャンみたいな感じの、もう中の1発目の頭の時にその、ね、ズーンの音を鳴らしてるので、その後のその、ね、2拍目4拍目にこのアクセントをつけてきらびやかにして、そのコード全体の音を響かせるためには高音源側を中心にストロークする必要があるんです。ドーンズーン、こんな感じ。そうすればちょっとモソモソしちゃう。こうじゃなくて、こんな感じでこう高音源側を強調することでアタック感といいますか、そのスタッカーとか、なんだっけ、スタッカーとじゃなくて、あれです、アクセントをつけられるという感じなんですよ。ちょっくらですね、このパターン、最初慣れないとすごい、これだけでも結構難しいと思うんで、頑張ってこれをひたすら繰り返してみてください。ダイナミクス、2本目で練習したこの腕肘の動きとか手の動きとか、この動きがね身につけばねそこそこいけると思うんですけども、そこが身についてないんでちょっくらやりづらいかと思います。でもそこまではねひたすら繰り返してなんとかなる範囲だと思いますので、頑張っていってくださいませ。この動画の中でやりたいパターン1が今のパターンです。なんとなく分かってきたらもうひたすら繰り返してみてください。もう一個ちょっとおまけでやりたいんですけれども、高音源側を弱で弾くなんていうパターンもやってみましょう。こんな感じ。一番最初にやったパターンです。こんな感じ。中弱強ジャジャ、最後のこのねアップストロークの時にジャジャ、ちょっとねあえてね高音源側をね少し強調する感じにアップするんですよ。中弱強ジャジャ、またこうなんか引っ掛けというかフックみたいな感じが出てくるじゃないですか。で、このままツン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 
タタタタタンタンタタツンツンタンタタタタ。チュージャー今日ジャジャージャージャーといくんですけども、ジャジャチュージャー今日ジャジャージャージャー、このジャジャージャージャーが中からジャジャージャージャーとこちょっと動く感じですね。チュジュ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 、真ん中引いて高弦が引いて真ん中引いて低音弦につってと、ジャジャージャージャージャックがこんな感じ動く。こんな感じで弾くと、そうね、高いところから弾くと低いところまで、そうね、ジャックのストロークがこう動くことによって、ちょっとこうまたこの音程差っていうんですかね、そういうのがこの生まれてくるわけなんですよ。なんか動きというか、なんかこうね、変化というか、なんかそういうのが生まれた感じがしませんか。ズンズンジャック、この動き、こんな感じの動きをもし余裕があったらちょっくら練習してみてください。難しい方はですね、さっきのパターン1だけで全然大丈夫です。余裕が出てきたらパターン2の方も練習していただけますと幸いでございます。こんな感じで弾いていくとすると、さっきやった。こんな感じの響きになってくるわけでございます。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。弾いてるコード、まあ、つまりその押さえてるコードですよね。鳴らしてるね、その弦とかそのギターという楽器が一緒だったりとかして、そのね、弾いてるリズムとかも同じなんだけれども、こんなね、変化が出てくるんですよ。弾く場所を変えることによって。で、こんなパターンをひたすらこう練習して、じゃあこれからなんかいろんな曲を弾くときにどう音を聞かせていけばいいのみたいな感じのことを思う方もいらっしゃると思うんですけども、正直この辺はね、結構センスというかその勘というかなんとなくっていうのがものを言うところでございまして、まあそのいろいろね、あの引き分けたりとかしてちょっと自由に遊んでみていただければなんとなくヒントがわかるかと思います。ただ、さっきやったその心の起きて1、まずこの最初の音は低音弦側を弾く。で、2、弱は真ん中ら辺が基本で、3、今日の時は高音源側をしっかり鳴らせるようにピッキングする。この3つを守れば、まあだいぶそれっぽくなってくるかなと思いますので、よかったら頑張って練習してみてください。最後にもう一回、悪い例を一通りやってみます。まずよくある悪い例1としては、ピックのね、このね、可変幅、その弾く幅がね、小さいっていう生徒さん結構いらっしゃるんですよ。ちょっとやってみます。こんな感じ。こんな感じでこうね、この辺の低音弦側しか弾いてないとか、もちろん同じように高音源がしか弾いてないというか、結構ね、その弾きながら弾いてるうちにね、だんだんね、こうね、ピッキングがね、だからね、下がってくる方は結構いらっしゃると思うんですけれども、そういう風にならないように気をつけましょう。で、ダイナミックスの時と一緒で、このね、強く弾く時はしっかりとこう6弦をバーンと行って、そのメリハリをつけると、そのメリとハリ、このメリとハリ、このね、差があればあるほど演奏が生き生きするかと思いますので、頑張ってそのメリハリをつけられるように練習してみてください。そんな感じでございます。ピッキングのコントロールの話は以上でございます。なかなか難しいところもあると思うんですけども、頑張って練習をしていただけますと幸いでございます。3本目の動画では、ちょっから専門的なコード理論とか知らないとね、ついていけないような、ちょっからレベルがぐっと上がるような話になってくるんですけれども、ボイシング、という話をさせていただこうかなと思います。もしよければそちらの方も参考にしていただけますと幸いです。今回の動画に関してもしね、質問とかわかんないところとかありましたら、ぜひコメントの方にバシバシと書いていただけましたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。それでは、今日も最後までありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。の前に、っていう話をしようと思ったんだけど、まあ3本目だからもいつかね、まあなんかそういうメンバーシップやってるんで、よかったら検討していただけますよ。いただきますと幸いということでございますよ。よろしくお願いします。それでは、そのまま違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。